第2ブロックの第8試合参りたいと思います。それでは行きましょう。波動ファイト。さあまずはユニコーンのステータス、一番奥川グティ選手5221、真ん中響選手1135、そしてユキポ選手5221のステータスです。対する火花、一番奥ネガティブ選手4321、真ん中綾野選手1135、手前ズーマー選手5221のステータスです。さあユニコーン、ここでチャージではなくアタッカーを2人に変えてきた状態です。5221が2人、1135が1人の編成。シールドは少し待ってるような形ですかね。残り時間が40秒。ここでズーマー選手が1点取って火花が1点リード。ここでネガティブ選手も点数を取っていく。0対2火花がリードしております。ここでシールドを張って、まずはユキポ選手そしてグティ選手に張っていきますが、両展開、火花は後ろめにシールドを張っていく状態です。ここで1点差。さあこれでね、ユキポ選手の方にまずは1枚張って、グティ選手の方にも張って、両展開が続いていく状態ですが、これでユニコーンのシールドはなくなって、火花のシールドもなくなっていきます。さあここ割り際をしっかり狙っていきたい。ここで取った。さあ並ぶ。延長戦に行くのか。延長戦です。どちらか1点取った方の勝利になります。ライフの枚数としては火花が少し不利か。それでは参りましょう。オーバータイムマッチスタートです。ライフを少ない人を狙っていくのがこのオーバータイムマッチのセオリー。綾野選手がおっと